皆さんこんにちは、ダイタラです。オクトパストラベラー、今日はね、サイラスの第3章行きましょうか。第3章残ってるのはね、プリムロゼとサイラスだけです。で、とりあえず先にサイラスやろう。プリムロゼはね、重たいからね。いや、サイラスも結構重たいんだよな。これですね、ストーンガードに変国の書の原本があると推理し、この町に足を踏み入れたサイラス。しかし、先ほどから誰かの視線が気がかりだ。誰かにつけられてる。そういうことなんですかね。なんか毎回章の終わりにサイラス、誰かに、あと追われてるんだよね。怖いよね。前回までのあらすじ、クオリークレストで起こった連続行方不明事件。その犯人はなんと連れ去った人々の血を抜き取り結晶化を行う魔法の研究をしていた。そして彼の研究室に残された一冊の書物、それは変国の書の翻訳書だった。あら、まあ学者としても私個人としても知識を悪用する者を許すわけにはいかない。その翻訳書の所在から制作地であろうここに変国の書の原本があると推理したサイラス。かくしてストーンガードにたどり着いたが、本からね、そこのね、原産地っていうのを割り出すってすごいよね。ここがストーンガード。やっぱ知識って武器だよな。頭いいっていうのはやっぱ何でも大事だよ、みんな。みんなを勉強しなきゃいけないよ。バカだったらバカだからね、ほんと。俺バカだけど。さすがこの近隣で最愛の街や。ここでの探し物は骨が折れそうだ。ここめっちゃ広いんだよね。3つあってさ、ここと右と上のね、マップが3つあるんだよ、街の中で。さて。状況の整理をしよう。確認だ。ね。本屋さん行こうぜ、本屋さん。あの学者が持っていた変国の書がこの町で作られたのは確かだ。しかし、闇雲に探しても時間ばかりかかるだけだ。賢そう。やはり本というのは物的証拠から追うのが得策。だとすれば、まず騒がすべきは、工場じゃないかな。どうなんだろう。本を作った製本工房。あ、やっぱ工場、工房ですね。だよね、ここだよね、行こうか。うむ。む。誰かに見られてる気がする。ストーカー？サイラスイケメンやからな。ほんと、追っかけおるんやろ。よし。始めよう。誰だろう、この黒いローブの人。変国の書を追ってる悪いやつ？もしくは、あの学生。第一章で出てきたガチ恋学生。ワンチャンあると思う、それ。ガチ恋学生。ないか。よし、さあ探りましょうか。ほう、ふむふむ。証言、作成した本はドミニクという翻訳者に売った。彼はこの町の彼の家は町の東にある。なるほど。オッケー、いい情報ゲットだな。ドミニクという人物の家に行こう。東の方角にあると言ってたな。じゃあドミニクさん家行きましょう。ドミニクハウス、ここ？違う。どこだろう、町の東、ここか。失礼。ここはすまない、帰ってくれ。誰とも会いたくない。うわ、ドミニクさんや。待ってくれ、あなたに聞きたいことがある。帰ってくれ。誰とも会いたくない、帰ってくれ。うわ、取り付くしまもねえなこいつ。どうしようか。手がかり終了。ダメだな、話を聞いてもらえる雰囲気ではない。申し訳なかった、失礼する。礼儀あるね、やっぱサイラス先生。ドミニクについて調べる。そうだね、この人がなんで人と会いたくないのか、その情報をね、街の人から聞いて調べてみましょう。おお、目の前の人なんか知ってそうやん。これファティチャットあるね、先に。サイラス、どうやら話は聞けなさそうだ。せやな、そのようなね、何か方法を考えないと。どうしよっか。随分厳しい表情だが、どうした？なぜあれほど固くなまでに人を拒むだろうと思ってな。確かにな、あの全てを拒絶したような苦しげな声が気になる。帰ってくれ。辛いって。何か理由があるはず。君はそう言いたいんだね。そこまではわからない。だが彼の人生がどんなものだったか考えると、そうだね、過去に何があったのか、まずはドミニクの情報について集めよう。優しいね、みんなね。彼のためにできることが見つかるかもしれない。そうだな、まずは行動しよう。動いて探してね、なんか調べてまくろうぜ。サイラス、テリオン君、なんか侵入していけへんか？取り付く島もないね。俺と一緒のこと言うの、サイラス。ドミニクという男はかなり偏屈なやつのようだ。どうだろうね、翻訳者には珍しくないタイプと思う。まずはあいつのことを調べるか。ちょっとマイクの位置ちょっと調整した方が、今ガガガってなったかもしれない。もう少し彼のことが分かれば話を聞いてもらえるかもしれない。彼の上位の人物や関係者に探りを入れてみよう。それにしても本に関わるやつらは変人が多い。もしや私も含めてかな。テリオ君、フォロー入れたり、そこは。ね。
よし。テリオン君とサイラスってなんかやっぱ相性が悪いよね。だって68歳のおばあちゃんですね。ドミニクが人に会おうとしないのは16、5年前に病弱の一人娘を失ってから。なるほど。一人娘を失ってから人と会わなくなった、そんな情報があるね。横の家の人か。この人、こんにちは、おじいちゃん。ふむふむ。70歳のおじいちゃんですね。ドミニクは大金を手に入れるためにある翻訳の仕事を受け入れたことをまだ後悔している。なるほど。変国の書のやつかな。15年前で変国の書をさが盗まれた時だよ確か。残り必要な数1。右か。下町行きましょう。娘を亡くした変国の書を翻訳したことで何があったんでしょうかね。これは探ってみましょうか。15年前ドミニクは何度か薬を買いに来たが、お金に困っているようだった。ドミニクの悩み。なるほどな。15年前金がなくて困っていたドミニク。変国の書が盗まれたのも15年前ぐらいだったはずなので だよね。それ関係でしょ、娘を死んだのも。いや、ドミニクも結構いい年かもしんないよね。失礼。ドミニクさん、私はサイラスというのだ。ねえ、聞いてくんない。またあんたか、今俺は誰とも会いたくないんだ。ねえ、病気で亡くなったのは娘。妻はいるのかな、じゃあ。ねえ、ドミニクが金を稼ぐためにしたのは翻訳の仕事を受けた。なんやこのめちゃめちゃな選択肢は。ああ。そうだ。私の推理が正しい、推測が正しいならば、これこそが彼の心を閉ざす理由のはずだ。じゃあどうやってこれ心を開くの？無理じゃね？辛いことを思い出させるようですまないが、15年前、あなたの娘さんは病によって亡くなっているね。ねえ、町の人もみんな知ってる情報やけどな。そして、その時からあなたは人と会いたがらなくなった。当時娘さんの薬を買うためにあなたは大金を稼ぐ必要があったんだ。そしてある方の翻訳を引き受けた。それが変国の書。なぜそれを。あ、正解やったみたい。実はあなたが作った本は今私が持ってる。必要な記述とそうでない記述がしっかり見極められたものだった。で、あなたほどの人なら気づいたはずだ。あの知識は危険な代物であるほど、私も学者として知識を悪用することは捨ておけない。あれ？ちゃんと話すんやな。だから教えてほしい。誰に依頼されたかを。お、出てきてくれた。ドミニクさん。入ってくれ。ありがとう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませじゃない。いらっしゃいます。一人暮らしですかね、今。それでな。何から話したものか。どうする？実は。15年ほど前のことだ。ある男から本の翻訳を依頼された。ほう。誰だそれは。名前は何と言ったか。鋭利な印象の学者だったよ。学者か犯人。知識欲に取りつかれたような、そんな赤い瞳。赤目？違うよね。獣じゃないよな。赤い瞳の人。赤い瞳？まさか。いや、え、誰がいたっけ赤目。覚えてないんだけど俺。ああ今ではアトラスダム王立学院のウェイライさんになってるらしい。おっと、でも出会ったことある人だよね。まさかイボン学長。学長先生。そうそう。ねえ、イボンという名前だ。それでな。お、彼は俺の元へ古ぶけた一冊の本を持ち込んだ。学長が盗んだんだ、図書館から本を。それが変国の書だった。俺は言われるがままに翻訳を引き受けたよ。それが危険な知識だとは分かってはいた。だが当時の俺には金が必要だった。娘が重い病で薬代が必要だった。でも娘さん死んでもうてんな。それでも、そんな、それで妹の言う通りに。ああ、訳したんだよ。それが多くの人の命を奪う可能性のある魔法の記述だと知りながらね。娘がそのあとすぐ亡くなったのは俺の罰だったのかもしれない。あかんかってんな。イボン学長、ラスボス学長やった。なんか学長ね。本は今あんたが持ってんだな。それを決してこの本は悪用しない。いや、させない。サイラスは真っ当やからな。気休めにしかならないだろうが、これ以上君の罪が重くなることはない。安心してほしい。
な、もうゆっくり過ごしてくれ、老後やろ。そうか、ありがとう。ありがとう。おんおんおん、イボンボンボン。いや、関係ないな。あ、おるぞ、なんかやべえやつが。うん、もういいだろ、いつまで隠れてるつもりだ。誰だこいつ。なるほど、気づいていたのですか。あ、尾行されてることは薄々ね。なんか誰かが言ってたよね。あ、テリオンくんから言ってたの。あ、この人は秘書か、イボン学長の。学院の外で会うのは初めてかな、イボン学長の秘書だね。名前はわかんない。ルシア。あ、ルシアさん、どうもどうも、ルシアさん。それでそのルシアさんが私に何の用かな。変国の書をよこせって。申し訳ございません。失礼を調子であなたの足取りを追わせてもらいました。はあ、あなたは今変国の書について探っている。間違いありませんね。まあそうですね、確かに。それが何か。うん、これはここだけのお話にしていただきたいのですが、イボン学長は変国の書を用いてよからぬことを企んでいるようです。え、お前イボン学長の味方じゃなかったん。敵。え、何、まさか。では特別チョコから盗み出したのはやっぱりパリパリ、はい、イボン学長です。それ止めてほしいってこと。ねえ、私はイボン学長の秘書ですが、その前に一人の学者です。学長が知識を悪用としていようとしてるなら止めなければなりませんですからね。なるほど、サイラス先生に私を尾行し探っていたのはね、ええ、あなたが信頼でおける方か見定めるためでしょ。お前秘書やのに仕事サボって旅しててええんか。イボン学長の故郷がこの国にあることはご存知ですね。あ、そうなの、知らんかったわそれ。あ、知っている。そのことについてこれから調べようと思ったとこだ。イボン学長の過去ね、彼のね、生家でいいのか分かんない、生まれた家ですね、今も残ってる実家です、実家。ただその家には何か秘密があるようでしてね。そうなの、場所は突き止めましたが、私一人で踏み込むのは難しい。サイラさん、どうかあなたの力を貸してください。あ、いいよ、強いからな、大火炎魔法ね。よし、ふむ、ではまずその家の場所を教えてもらえるかな、はい、信じていいかな。彼の生家は、町の北にある。北ね、北に来た。おもろ。貴族街やね、北って確か。やっぱイボン学長、生まれはいいんやろな、育ちも。生まれと育ち。くぅ、俺も、お貴族様になりてえぜ。わかった。まずは家を調べよう。協力するかどうかの返答はその後でもいいかな。承知しました。十分です、言っております。やっぱ、待って、これ、学園にまた帰ることになるってことになったらさ、ガチ恋さんとかさ、また出会ってしまうんじゃねえの、俺たちは。また出会ってしまった。やべ、どうなんだ、ちょっと楽しみやん。楽しみじゃない、なんか、どうなんのかなっていう。はい、というわけで、来ましたね。この辺、盗むってもう大体終わってるかな、わかんねえ。ちょっと盗んでみようか。あ、なるほどね。レベルがめちゃめちゃ上がったから、盗み放題エブリデイや、これ。ねえ。盗み放題エブリデイや。どういうことでしょうかね。とりあえずエブリデイですね。やばい、めっちゃうまい。 BP 回復、 BP 回復のザクロとかってさ、買えないのかな。俺買えたら売れピーなんだけどねえ、売れピーくない、みんなも買えたら、買えたら売れピーピーピー。 94%、 96% なし。なるほど、アーフェン連れてこないとな。アーフェンレベル上げねえとサグルが必要だ、マジね。まあいいか、盗むはまた裏でやっとくわ。よし、ではこの家ですね。すぐそこやん。ボロボロやん、スタマミルで。ここがイボン学長の世家ですよって。もう20年以上誰も住んでいない。いい、ほったらかしにしてねえな、やっぱ。昔はっていうか、この世界。早速調べようか。入れんの？鍵は？いいが。何？やっぱあいつ悪い奴やったか？閉じ込められたね？え？牢屋に入れられたって、嘘ーん！ここは？騙してすまないね、サイラス君。これイボン学長じゃね、この声。騙してすまんねえ。その声はあなたか、イボン学長。
出た。こんにちは。君が変国の書の調査を開始した。はあ、ならばきっとここにたどり着く。信頼してんすね。そう思っていたが、やはり来たか。どうしよう、脱出できないけど。本当に優秀だよ、君は。何笑とんねん、こいつ。なるほど、ルシアは私の監視役と。くっそ、一瞬でも信頼した俺がバカだったぜ。やっぱ女の子、残念だよ、美女をよこすのは反則やわ。みんな信じてまうで。その知識に つつもたせ。私は高く評価しているのだが。はあ、じゃあ助けてください。死にたくありません。何でもします。どうだ、私の弟子に。断る。早い。自分だけが知識を得ればいい。そのような考えは私の理念に反する。知識とは分かち合うべき。なるほど。私とあなたの考え方は根本的に違う。いや、これすごい賢いよね。なんか賢いというかいいよね。自分だけで独占しないっていう、その情報をみんなで共有し合おうっていう考え方、やばいよ。と思ったよ。とても残念。結構上と下は広いっすね。そうそう、この家は今でも私のものでね。どうしよう、訪ねてくる者は誰もいない。見かけだけ弟子になってさ、焼かない。これがどういう意味かわからない君ではないだろう。死ぬか。さらばだ、サイラス君。そこで最後を迎えたまえ。死にたくない、テリオン君。でも仲間8人おるから助けに来るやろ。閉じられた。どうしよう。数ヶ月後、最後はね、とはいえおとなしく死んでるわけではいかない。魔法唱えようぜね。奥義使う、奥義。だがこの高さは登れそうにない。どうしたものかね。普通に考えて隠し扉とかあるわけないもんね。なんで宝箱あんだよ。なにこれ、骨をゲットした、ウレピー。ん、どうしたものかな。探索しよう。うむ、探索しよう。もうちょっと、なんもなくね。うん、なんもなかったわ。結局ダメですね、これ。やっぱりなんもないっすわ。待つわ。待ったら誰か来てくれるかも。来ないかな。しばらく待とう。8人とこも落としな入れられたの。先生。え、サイラ先生ですか。誰これ、ガチ恋くん。まさか、その声まさか。ちょっと待っててください。ロープ下ろしますね。え、ロープ下りてきた。ありがとう。どうぞこれを登ってください。え、ありがとう。やっぱガチっぽいくんじゃん、この人。先生、よかった。ああ、まさか。テレーズくん。どうしたのねえ、アトラスダムにいるはずの君がなぜここに。実は先生の身が危ないとして、そのことをお伝えに来たんです。そうしたらね、捕まった。話はそこまでだ。やべ、あー痛い。テレーズ、何したんや。痛かったで、結構。まさかここまでやってくるとは。女の一年というのは恐ろしいものだ。イボン、彼女を離せ。ヒロになれて嬉しいやろな、この子。人質を離せと言われてその通りにする奴がいると思うかね。こんなの命が惜しければ私の研究を邪魔しないことだ。消えた。え、何あいつ。あのエフェクトかっこよかったな。黒い炎。イボン学長をねえ、やつの地下へ向かい、だから地下なんだろうけど、まず上探そうぜ。探索、敵とか出てくんのかな。ここ出てくるわ。これ強いのかな。学者となんか兵隊みたいなのいるけど、風弱点って最悪やんこれ。とりあえず風弱点やったら風やっとくが、風呼び。キュールリー。よし、痛い。で、指弱点やなこいつ。あとはね、新刊の技、光魔法とかやらなくていいか。闇魔法、光魔法、闇魔法ねえ。いやー、だったら闇やっとくか一回。闇魔法、闇夜の歌。まあ、闇弱点ってやつはおらんやろな。闇弱点あんまいないもんね、このゲーム。なんか知らんけど、サンダーストーム、結構うざいな。プリムロゼが新刊にしてます今。
で、サイラス先生はなんか適当にやってます。かかってよし、じゃあとりあえずこれでどちらぶりやしましょう。指弱点なの。あ、うんま指うんま指うまーい、うまままーい。では焼きましょうか。フライ良きですね。ダメージがでかい。ラストアクトね、好きなことしていいですよっていう横道文字。さあ2打撃破、あと1体。こいつ弱点なんだろうな、わかんねえ。とりあえずね、剣で切るか。うれ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 、勝ったこいつ。ね、さあテリオン君探検渡っとくか。マジックスティルダーガーだが探検弱点だったね。オッケーオッケー。まあ、戦闘は問題なく進めれそうですね。プリモロスだけちょっとレベル低いって言っても34か今。十分あるな。大丈夫だ。まあ、道中レベル上げつつね、進めていきたいと思います。まあ、とりあえず、このお屋敷はね、ちょっと気になるよね、みんな。うわー、ちょっと、ほんま、俺よく言ってるけど、暖炉ある家でね、過ごしたいな、みんな。僕に暖炉ください。そういえばさ、なんかプリブロゼのさ踊りあるじゃん、摩訶不思議の前。あれなんかね、経験値100倍とか出るらしいんだよね。なんかやばくねそれ。俺出してみたい1回ぐらい。経験値どんだけもらえんねん。ではとりあえず地下行きましょうか。ここから行けるとこだよね。まあ炎化率率半減はつけない方がいいね。危険度レベル40。ちょっとここレベル40か、このダンジョン。やば、テリオンくんだけやな、オーバーしてんの。えぐっ。ちょっと頑張って探索しつつ行きましょう。敵どれぐらい強いんだろう、ここ40で。あ、でも敵はなんか上の階にいたやつらと一緒って感じしない？これ一緒だね、むしろ。うん、まあ敵同じだしパパッと行くわ。これ数がちょっと多いだけかな、どっちかっていうと。まあこのダンジョンね、なんか目ぼしいものあるまでペッと飛ばします。お、紫色の宝箱だこれ。ラージクオーツロッド。ロッド強いんですかそれ。本当にウィザードロッドよりクソ弱えじゃねえか。超弱え。なんだそれ。はあ、疲れた。ようやく到着しました。レベルなんですけどめっちゃ上がった。テレビ47まで上がっちゃった。でアビリティポイントも、うわめっちゃ溜まってんな。ちょっと振るか。範囲と一番槍覚えて、これで雷剣賞ブランドの合剣俺覚えたいのでね、ちょっと置いときましょう。でサイラス先生、サイラス先生はラストアクト欲しいなと思ってたんですけど、やっぱラストアクトよりね、あのなんだっけな、消費 SP ダウン、勝利のやつ欲しいので、これ振っちゃおう。で、プリムローゼが、覚えとくか、回復限界突破だっけ、これ。よし、回復限界突破覚えた。こんなもんでか。じゃあ、ちょっとやりましょうか。まずジョブチェンジですね。テリオンくんが、テリオンくんがね、何欲しいかって言ったら、回復かな ?SP 回復、毎ターン SP 回復。毎ターン SP 回復ってなんだっけ、学者だっけ、じゃあ、人もいるじゃん。なんだっけ ?SP って。SP、SP 自動回復。SP、SP 自動回復。SP 自動回復覚えてんじゃん、テリオンくん。よく考えたら。だいたい人もいるよ。あれ、テリオンくん何いる？もう。待って。待って、テリオンくんが欲しいものない。ね、あれ、SP 自動回復ってなかったっけ？あれ？あら？あれ？ SP 自動回復。あ、違う、踊り子だ！踊り子だ！失礼しました。だから、踊り子になります、テリオンくん。テリオンくんが踊り子。クソアロータ。で、テリオンくん今踊り子なって、で、サイラス先生が、ここで、商人になります。サイラス先生、商人もできそうだよね。賢いから。で、ちょっと、テリオンくん全部振りましょう。これで、テリオンくんが、SP 自動回復。一応、自動復活もあるけど、まあ、これは使わないと思うんだけどね。で、サイラス先生が、これ、足りるかな、ポイント。わかんない。あ、地味足りないやつや。ちょ、貯めるわ、一回。じゃあ、一回戦闘してきました。オッケー、3000溜まった。これで傭兵呼び覚えて、SP ダウン。さあ、これでみんなさん多分最強になります。テリオンくんが、SP 最大値は欲しいから、ヒットポイント500アップを消して、SP 自動回復。あの、SP パサーでね、SP ガンガンパサーしていきたいので、多分これが最適だと思います。行動速度アップがね、ちょっと悩むとこなんですけどね、これが。まあ、当分これでいいでしょう、テリオン君のサポートアビリティは。で、範囲とはとりあえず OK として、で、先生。先生が、強化弾数増加がアップ。これ便利なんですけどね、でも、消費 SP ダウンにしときましょう。最高。
自動復活もつけれたらつけたいんだけど、まあいいかなっていう感じですね。オッケー、さあ全員これでかなり強くなりました。マジ最高でしょこれ。 SP ダウン 50% なんのこれ。ダウンってやば、無敵やこれ。はい、ということでじゃあ皆さんすいません、今回これで終わりにしたいと思います。次回ね、ボス戦を蹂躙したい、ボス蹂躙したいと思います。勝てるかな、レベル40だもんね。頑張っていきます。また見てください。アスパイオチャンネル登録されてない方、チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。じゃあね。